王子くんに聞きたいですね。結局僕ら二人を客観的に見てる王子くん、事務官として二人のやり取りをずっとそばで見ていたという、どうなんだ。いや今日見てくださった方々と同じで、本当にお二人のお芝居をこうずっと斜め後ろですね、長澤さんのからずっと見てて、お芝居しなきゃいけないんですけど、お芝居するの忘れるくらいパソコン打つの忘れちゃったんです僕。その打たなきゃいけない仕事なのに、もう本当に見入っちゃって圧倒されて、わあなんか自分もっと頑張れよって毎日思いながら見てました。いや王子くんは頑張ってました。あ、ありがとうございます。誰よりも一番最初に現場に来て、あの机に座って役を作ってましたから、僕は見てましたよ。恥ずかしいですね。やっぱり2人のお芝居に圧倒されたってところありました。されました。毎日されたし、こうなんだろう、その役に向き合う姿勢というか、一応控え室があってこう3つ椅子があったんですけど、松山さんはあまりその部屋にはいらっしゃらなくて、来られた時もこうずっと何か本を読まれてて、逆にこう僕が長澤さんに聞きたいことがたくさんあって喋りかけてしまったのはちょっと今謝ってもいいでしょうか。それは大丈夫、すいませんでした。それは大丈夫、あの部下だし、信頼感が重要なんでね。ありがとうございます。雑談も必要。 あと他に何かある。なんだろうな、見つめすぎもうない。いやごめん。でもなんかそのなんだろう、こう皆さんが見てカットとかってこう一つのシーンの中で何個かこうカットがあるんですけど、こっちからこっちからってカメラが変わるんですけど、松山さんっていろいろ計算されてるんですか。いやしてない。してないですか。ああだってまっすぐしかなかったじゃん。そうです、ね。大友も大友一直線しかなかったよね。僕がこうずっと見ててなんか瞬きするタイミングとかもなんかずっと一緒だったりしたんですよ。まあずっとじゃないんですけど、こうお今さっきと一緒だみたいな。それってもう自然とそうなる。あどうなんだろう、それ編集のあれじゃない違 う, うあでもあ僕がこう現場で見てて、現場でそっ か, なんか知らなかったです。そろそろ時間の方が来てまして、また楽屋の方で細かな演技論をしていただければと思います。42人を殺した殺人犯、僕は42人を救いました。真相を検事、あなたがやったことに正義などない。心震える衝撃の真実、ロストケア。